ず注目していただきたいのはこちらです。 SKE48 聖地でヒット祈願、ライバルは妹、どういうことなんでしょうか。明日新曲を発売する SKE48、 ヒット祈願に訪れたのは愛知県南知多町の羽津神社です。応援しています、頑張ってください。コケティッシュ渋滞中が大ヒットしますように、 SKE48 の代表曲になりますように。しかし SKE がなぜ南知多町でヒット祈願なんでしょうか。実は5年前、町の観光名所羽津岬をテーマにした曲を販売したんです。ファンにとってこの羽津岬はまさに聖地。曲の歌詞も立てられたんです。歌詞も立てられました。そして街を走るこのバスにもメンバー直筆のサインがぎっしり書かれています。これファンにはたまらないですよね。海っ子バスにご乗車いただき誠にありがとうございます。これまで12作連続でオリコン1位に輝いている SKE、 しかし今回は大ピンチなんです。姉妹グループ大阪の NMB48 が明日同じ日にシングルを発売。 NMB もこれまで6作連続でオリコン1位と、今回は共に記録更新をかけたガチンコ対決なんです。これについて SKE メンバーは、燃えてるんですよ、すごい。そうね、みんな燃えてますね。だから、はい、こんなにも南知多の皆さんがすっごく応援してくださったので、ぜひ勝ちに行きたいです。同じ日にシングルを発売するというのは初めてだそうなんです。舞さん、姉妹対決どのように見ますか？姉妹対決ドキッと今言ってますね。だけど姉妹っていうか、ナンバさんと SKE さんと曲の雰囲気も全く違いますし、確かに、ね、我々としてやっぱ地元の SKE を応援したいですね。そうなんです。地元ということで今回プロモーションビデオもさっきちらっと映ってたんですけれども、うん、オアシス21ですとか、うん、名古屋港水族館ですとか、うん、私たち見ていて馴染みがあるところたくさんありますので、うん、頑張ってもらいたいですよね。ぶつけるとより盛り上がってきますよね。はい、